はい、こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、ということで、今日はね、お客様でね、はい、結構僕のお客様でよく言われるのが、スタイリング剤とかを結構つけると思うんですけど、はい、つけても実際問題なんかすぐ乾燥するみたいな。ああ、ありますね。っていうあるでしょ、はい、で、なんかこれだけつけてとかっていろんな動画とかでね、こう紹介されたりとかするけど、まあ、実際自分にはこれだけつけたとしてもなんかあんまり足りてないというか、なんか疲れてみてバサバサに見えるという方が結構多いから、もう美容師はだいたいこれぐらいつけますよっていうところを今日は見せたいと思います、はい、なので、まあ、美咲さんの髪の毛っていうのはちょっと人よりも乾燥します。なんですけど、まあ、美咲さんはだいたいこれぐらいつけると、で、大体最近こういうスタイリング剤使ってると、とかをなんかちょっと紹介できればと思っておりますので、はい、いつも私は乾燥する、すぐにパサパサになるっていう方は、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは動画をどうぞ。全体軽く巻いた状態で、スタイリング剤は何もつけてない状態です。結構もうパサパサに乾燥してて、広がりがちょっと目立つかなと思います。まずワックスをさくらんぼ台くらい取ります。手のひらにつけたらオイルをここに足していきます。5滴くらいこんな感じで出します。これを手のひらでしっかりと混ぜていきます。ここでしっかり混ぜないと均等に髪の毛につかないので、しっかりと混ぜてください。はい、ということでね、じゃあ早速つけていきたいと思うんですけど、はい、まず美咲さん、どこからいっちゃいます？まず、一番パサつきが出やすい毛先をつけていきます、はい、こんな感じで握るように。こう指を通す感じの方がいいよな、握りながらね、をつけて、ある程度潤いが出てくる、はい。で、毛先つけて、その次は、はい、次は、中の部分ですね、うん、このめくって、ここ襟足のね、はい、この辺の部分、確かについてない人が多いから、ここを、中間から毛先に、ちょっとね、見やすいように今左手で持ちながらやってもらってるんですけど、皆さんは普通に襟足の部分つけてもらえたらいいかなと思うので、そうやってつけてもらって徐々に上に上がっていくっていう感じだな。はい、何回かつけてると手のスタイリング剤が足りなくなってくると思うので、その都度少しずつ足しながらつけていきます。はい、じゃあ徐々に徐々にね、上に上がっていくんですけど、多分ね、この今美咲さん撮ったサイドの部分、ここも多分小分けにやっていかないとかなりね、パサついてくるところかと思いますので、中間から毛先にしっかりとつけていきます。結構ここ乾燥しない？だってだいぶここ意外に時間が経つとやっぱり乾燥してきますね。特に顔周りの部分とかもすごく大事だもんね、ここら辺ね。なんでしっかりとちょっと指に残ってるものをつけてもらって、でも完全に乾いてたらもう一回足していくっていう流れで徐々につけていきます、はい、で、大体多分内側結構ついたと思うんで、はい、で、あとは最後表面の部分をしっかりとつけていくって感じですね。この時のポイントある？なんかこれはもうほんとキューティクルを整えるような意識をちょっとイメージして、こう上からこう撫でるような感じでやるのがポイントですね。これでそれだけでもつく、なんか例えばやけど、もうつきづらい人っていうのはもう本当に溶かすっていうか、こう撫でるように手を。そうですね、アホ毛結構出やすい人はこうちょっとこう押さえるような感じで、うんうんうん、でもこうペタってやりすぎちゃうとつけすぎちゃったりとかするので、こう表面の触るか触らないかくらいで最初ちょっとこう押さえる感じで、それでもダメな人はもう直でこう押さえても大丈夫だと思います。はい、最後にね、おくれ毛の部分をつけていってもらいたいんですけど、顔周りですね、ここがちゃんとついてないと疲れて見えるというか、年齢が結構上に見えたりもするので、そこのね、つけ方もちょっとしっかりとやってもらいたいなと思うんですけど、はい、どうやってつけていきましょうか？私は指先にオイルをつけて、根元からつまむように
伸ばしていきます。根元から毛先に向かってって感じやな。そうです、はい、多分毛先つける人は結構多いけど、うん、多分ね根元からつけるっていう感じの考えがあんまりない方が基本的には多いかなと思ってて、なんかやっぱベタついて見えるとかってで結構言われるんですけど、その根元の割れた時になんかそこがパサパサになってると一番老けて見えるっていうのが個人的にはあると思うんだけど、美咲さんもそう思う？なんかそうですね、結構割れやすいので生え際って、うんうん、なので結構そのちゃんとスタイリング剤つけてあげた方がベタつくっていうよりもつけた方がなんか顔周りってやっぱりいいやね、なんかね。そうですね、だからまあ汗かいて結構根元がベタつく人は難しいかもしれないですけど、多分そこまでベタつかないというか乾燥だったりとかパサつきが気になる人は思い切って根元からしっかりとつけてあげる方がベストかなと思います。はい、最後の最後に前髪をつけていく、これも内側から結構しっかりとつけた方がいいよね、多分ね。そうですね、まあ挟むような感じ、はい、でちょっとしっかりとつけていく、うん、でも前髪はほんと一番最後の最後で、あんまりつけすぎてもダメだし、つけなさすぎてもダメ。そうですね、だから顔周り塗った残りの最後のスタイリング剤でつけていくっていうのが多分個人的にはいいかと思います。はい、ということで、今日はねオイルの付け方をやってみました。はい、なかなかね多分ここまで多分なんだろう分けて塗ってる方ってすごく少ないかなと思うんですけど、うん、美容師があってやっぱりこう髪の毛やっぱり綺麗に見せないとダメだから、かなりこう小分けにしてしっかりと塗るんですよね。でなんか根元付近っていうよりは、まあ、中間から毛先を内側結構しっかりと塗るって感じだよな。はい、で顔周りとかってやっぱ結構重要で、ここもね、つける時っていうのは多分根元からつけない方も結構多いかなと、毛先だけちょんちょんってつける方が結構基本的には多いかなと思うんですけど、それだとやっぱりねこう根元の元のこの辺の部分が少しねなんかこうパサパサに見えて、疲れた感じだったりとかね、ちょっと年齢が上に見えちゃうっていう可能性も多少あるので、だからちょっと思い切って根元からつける、であとはちょっとね根元がベタつきやすいっていう方に関しては、まあ中間から毛先でいいかなと思うんですけど、基本的にもうパサパサに見えるよっていう方は思い切って根元からしっかりとつけてみてください。それだけでね多分本当に髪の毛のヘアスタイルって綺麗に見えますし、一日ねなんかこう潤いがある、ツヤツヤな髪の毛になるかなと思いますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。はい、この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。はい、はい、会いましょう。バイバイ。